ナンバーアンダーライン愛が、エムステ夏祭りで新曲、ボンを熱唱。感動のライブパフォーマンスを見逃すな。翔くんのかっこよさ全開。岸くんの深い発言が話題。音楽は時に魔法のように我々を魅了し、現実から逃れるための一瞬の避難所を提供してくれます。特にライブパフォーマンスは、その場の空気感やエネルギーを直接感じられるため、 ファンにとって特別な瞬間ですそんなライブの魅力を存分に味わえるのが「エムステ」の夏祭りスペシャルです今年も3時間半にわたる特別番組が放送され数々のアーティストが出演しましたがその中でも特に注目を集めたのがナンンバーアンダーアダラインアイのパフォーマンスでした彼らは新曲「ボンを披露し多くのファンを魅了しました番組前のコメント映像では もし他の仕事に就くとしたらというテーマで話し合う姿が映し出されました。岸くんの深い答えに多くのファンが感心し、SNS でもその話題で盛り上がりました。リーダーとしての責任感や動物との関わりについて真剣に考える姿勢が伺えました。他のメンバーもそれぞれ個性的な回答をし、ファンを楽しませました。この映像は、彼らのパーソナリティをより深く知る機会となり、 まますます彼らの魅力に引き込まれるきっかけとなりました本番前のわちゃわちゃとした様子がファンにとってはたまらない魅力の一つです笑顔で楽しそうに話す姿は彼らがどれほど仲が良いかを感じさせますこの自然体のやりとりはステージ上での完璧なパフォーマンスとのギャップを一層際立たせファンにとって特別な瞬間となります実際のパフォーマンスではその仲の良さが演技にも現れ 観客をを一瞬で引き込む力を持っています今回のボンの特別バージョンもその期待を裏切ることなく見るものを圧倒しましたダンサーたちとの息の合ったパフォーマンスは一瞬一瞬が見逃せない見応えのあるものでした視覚的にも音楽的にも優れた演出がなされ観客はまるで異次元に引き込まれたような感覚を味わいましたファンの多くがリアルタイムでの視聴を楽しみにしており そのの期待感が放送前から高ままっていたのも頷けエムステカメラの映像は彼らの日常の一面を垣間見ることができる貴重な機会です普段のステージでは見られないリラックスした姿や互いにふざけ合う様子はファンにとって非常に親しみやすいものですこの映像が公開されるたびに多くのファンがコメントを寄せ彼らの新たな一面を楽しんでいます 特に今回のような特別バージョンのパフォーマンス前の映像は、その期待感をさらに高める役割を果たしました。普段のわちゃわちゃ感に癒されつつも、いざパフォーマンスとなると一変して真剣な表情に変わる彼らの姿は、プロフェッショナルとしての一面を強く感じさせます。そのギャップがファンにとってはたまらない魅力となり、多くの人が彼らのパフォーマンスに引き込まれる理由の一つです。特に印象的だったのは、 んがが話すす。ととみんなな笑顔になるというコメントです彼のウィットに富んだ発言はいつもファンを楽しませてくれますそしてその楽しさの中にもしっかりとしたリーダーシップや深い考えが垣間見えるのが彼の魅力の一つです今回の M ステカメラでもその一面がよく現れておりファンにとっては新たな発見となりました翔くんのかっこよさもまたファンにとっては特別なものです 彼の存在感は、ステージ上でもオフの時でも常に輝いており、多くのファンが彼のパフォーマンスを楽しみにしています。そして、そんな彼らが一緒にわちゃわちゃしている姿を見ることで、ファンは一層彼らへの愛情を深めていきます。さらに、ボンの特別バージョンでは、彼らのパフォーマンス力が遺憾なく発揮されました。ダンサーとの息の合った動きや、曲の展開に合わせたダイナミックな演出は、 見るものを圧倒しましまた。その一瞬一瞬が絵になるようなパフォーマンスは彼らのプロフェッショナルとしての実力を強く感じさせます特にファンにとって嬉しかったのは彼らの楽しそうな表情や一体感のある動きですそれはまるで彼らが一つの大きな家族であるかのように感じさせ見ている側もその一体感に引き込まれていきます音楽番組という形式の中で これほどまででにに視聴者をを引き込む力を持つナンンンバーーアダライの存在は非常に特別です彼らのパフォーマンスは単なる音楽ではなく視覚と聴覚を通じて見る者の,の心に深く響くものがありますそれは彼らが日々の練習や努力を通じて築き上げてきたものでありその一つ一つが見る者にとって特別なものとなります彼らの活動は単なるエンターテインメントではなく 多くのの人に希望や勇気を与えるものですこれからも彼らの活躍が楽しみであり多くのファンがその瞬間を待ち望んでいます今後の彼らの活動に期待しつつ彼らのパフォーマンスを楽しみにしていますそしてその活動が多くの人々に喜びと感動をもたらすことを信じています彼らの音楽がこれからも多くの人々の心に響き続けることを願ってやみません エムステの夏祭りスペシャルは毎年多くのアーティストが参加し視聴者にとって特別な時間を提供してくれますその中でも特に注目されるのがナンバーアンダーラインアイのような新進気鋭のアーティストたちです彼らのパフォーマンスは毎回新しい驚きと感動を与えてくれますファンにとってはその一瞬一瞬が貴重な思い出となり彼らの成長を感じることができる瞬間でもあります そして、そのパフォーマンスを通じて、彼らの音楽に込められたメッセージが多くの人々に届くことを願っています。最後に、彼らの今後の活動に期待を込めて、この記事を締めくくります。彼らの音楽がこれからも多くの人々の心に響き続け、さらなる高みへと進んでいくことを信じています。そして、その過程を共に歩んでいけることを楽しみにしています。これからも、 ナンバーアンダーラインアイの活躍を見守りその一瞬一瞬を大切にしていきたいと思います彼らの活動を通じて感じることの一つはその努力と情熱がいかに大きな影響を与えているかということです音楽の力は計り知れず時には人々の心を救い励ましそして希望を与えるものですナンバーアンダーラインアイはその象徴ともいえる存在であり 彼らの楽曲やパフォーマンスは多くの人々にとっての光となっています。彼らがこれまでに達成してきたこと、そしてこれからの未来に向けての挑戦は、ファンにとっても大きなインスピレーションとなるでしょう。彼らの楽曲には、どの曲にも彼ら自身の経験や感情が色濃く反映されており、それが多くの人々に共感を呼び起こします。特に、ボンの特別バージョンでは、その深いメッセージとともに、 視覚的な演出が加わることで一層の感動を呼び起こしました見るものを圧倒するパフォーマンスは彼らがどれほどの時間と労力を注いできたかを物語っていますそれは単なるエンターテインメントを超えたものであり真剣に音楽と向き合い続ける彼らの姿勢が伝わってきますまた彼らの活動の一環として行われるファンとの交流も非常に大切なものです SNS やイベントを通じて彼らは常にファンとの絆を深め続けていますファンの声に耳を傾けその期待に依頼続ける姿勢は彼らの大きな魅力の一つです今回の「M ステ」カメラの映像でもその一端が垣間見えました彼らがいかにファンを大切に思いその期待に依頼ようとしているかが感じられましたファンにとって彼らの存在は単なるアーティスト以上のものであり 共に歩む仲間のような存在です彼らの未来には多くの可能性が広がっており、その一つ一つが新たな挑戦となります。新しい楽曲の制作やライブツアー、さらには海外での活動など、彼らの夢は大きく広がっています。そのすべてが、ファンにとっても楽しみであり、一緒にその旅路を見守り、応援することができるのは非常に幸せなことです。彼らの成功は、 ファンにとっても大きな喜びであり、その一つ一つが励みとなります。これからも、ナンバーアンダーラインアイの活動を見守り、その成長を楽しみにしています。彼らの音楽が多くの人々に届き、さらなる感動を生み出すことを願っています。そして、その過程で彼ら自身も成長し続け、ますます素晴らしいアーティストとしての道を歩んでいくことでしょう。ファンとして、その一瞬一瞬を大切にし、 共に喜び、共に歩んでいけることを楽しみにしています。